今日のゲストはスペイン在住でエニアグラム心理学を使ったセッションをされている中村千春さんです。千春さんは生体心理学鍼灸の学校を卒業後、12年間大阪の生体外科と鍼灸院にてオステオパシーをメインに治療のお仕事をされていました。現在は鍼灸師の旦那さんとスペインに移住され、育児をしながらお仕事をされています。千春さん、今日はどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。とエニアグラムにすごく興味があって、私ずっと探していたんですけど、インタビューできること、ご縁がつながってすごく嬉しいです。ありがとうございます。今日は面白いですよ。面白そうです。じゃあまず千春さん、ご存じない方のために自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、中村千春と申します。今はスペインにいるんですけれども、日本では鹿児島に生まれて大阪でずっと長くおりました。このエニアグラム心理学っていうのがギリシャ発祥ですごく長く伝わる知恵なんですが、そちらを用いて、私自身がもともと結構人目を気にする、気にしいっていうだったことから、そうやってちょっとこう周りの目を気にする方とか、人のこう感情とか言動とかに揺さぶられる方とかにこそおすすめしたくって、今セッションとか講座とかさせてもらっています。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあまず大阪にいた頃のお話をお伺いしたいんですけれども、生体外科と鍼灸治療院、そもそもなんかオステオパシーっていうのが何なのかっていうのをちょっと教えていただけますか。はい。アメリカでも実はメジャーなんですけれども、日本でも結構されてる方いるんですけども、カイロプラクティックとかと発祥は同じなんですけども、カイロプラクティックはもうちょっとこう結構ポキッとかするイメージなんですが、オステオパシーは結構メインはもうちょっとね、柔らかい生体技術になって、で針とかも使わないし手だけで行うんですけれども、神経症状とか血管の症状とかも結構柔らかく、脳脊髄液とかそういうね、結構センシティブなものに働きかけるので、交通事故後の神経症状とかそういったものにもすごくアプローチできる、柔らかいのに効果が高いっていうね、もう受けてる間皆さん眠られる方が多い、そんな感じの説明になります。面白いですね。本当にね、とても心地よいんですよ、お互い。施術者側も心地よいし、受けてる方も寝られるし。それはなんかどういう仕組みになってるんですか？オステオパシーの中でも結構メカニカルな、なんていうのかな、物理的な体に働きかけるっていうのもだし、もうちょっとこうヒーリングめいた、東洋医学で言えば気って呼ぶけど、そのオステオパシーの中でエネルギーとか、エネルギーワークになる部分もあるからこそ、赤ちゃんの時から生まれ持って持っていた自己治癒力、すごくこう幅広い意味でこう自分のもっと上の魂とかソウルとかつながってて、こうどう言えば伝わるかな、こうオーラみたいな感じで人がこう何層にも持っているチャクラとか、そういう考え方とも通じてくるんですけど、そういうもともと生まれ持って赤ちゃんの頃すごく完全体で持っていたそのエネルギーを引き出すことで、今向き合ってる症状とか痛みかゆみとか、ご自身がお困りの症状に対してアプローチしていくっていう仕掛けになっています。面白いですね。面白いんですよ。なんかでも、それはカイロとはまた別ってことです。カイロの一部なんですか？カイロプラクティック、本当に根源は同じなんです。根本的な考え方は同じだけど、アプローチ法が違うだけで、カイロプラクティックなんか本当にパキポキなイメージないように、もうちょっとこう、物理的というかテクニカルな面が多いんだけど、オステオパシーっていうのはもうちょっとこう内臓に対して働きかけるとか、血管神経に働きかけるとか、もっと外にあるエネルギーに対してだけ働きかけるとか、もしくはもうすでに摘出してそこにないのに、手術で取った胆のう、あと部分の胆のうに残ってるエネルギーに対して働きかけるとか、すっごく幅広くいろいろあります。そうなんですね。そういう治療をされてたんです。でもなんかカイロのお医者さんって、アメリカのカイロプラクターのお医者さんとかって結構なんか本当スピリチュアルだったりとか、エネルギー関係の話にすごい詳しかったりとかするので、そういうところから来てるんですかね。じゃあ一緒にもしかしてオステオパシーで歌ってるかもしれませんね。その方やってるのかもしれないですね。私が日本で触れ合ってたカイロプラクティックの方よりも、アメリカのされている方はもうちょっとそっちに寄ってるのかもしれませんね。私もちょっと知識かもしれません、それは。そうなんですね。いや、なんか出産後、2回出産したんですけど、出産後カイロに行って骨盤とか直してもらったんですよ。その時に、なんか子供が、あまりこう、お乳を吸わないみたいな。で、なんかじゃあ、連れてきてって言われて、なんかすごいなんかやってました。マッサージみたいな。
なんか首の傾きを治すみたいな、なんかよくわかんないですけど、うん、ありますあります。バース・トラウマって呼ぶんだけれど、その出産時にやっぱり頭から出てきたかとか足から出てきたかとか、産道を通る時どうだったかとか、帝王切開で、自分のタイミングじゃなかった時にどうとか、やっぱり生まれた瞬間のいろんな受けた刺激っていうのがお母さん側にもあるし赤ちゃん側にもあるから、早く働きかければ早く働きかけるほどそのお互いの治癒力高めるので、うん、赤ちゃんいいです。押してでもそうなんですね。ギャグみたいでしたけど見てる方赤ちゃん治療台に乗ってなんかやってるみたいな面白い。もうね、でもすごく私にとってはすごく神聖な場に感じます。誰かが赤ちゃんを施してるっていう場は、うん、なるほど、そうなんですね。そういうお仕事をされていた、うん、そうなんです。じゃあそういうお仕事をしようと思ったきっかけっていうのはあるんですか？もともとは高校時代に普通科目の進学校だったんですけど、高校時代にバスケ部のマネージャーを経験したんですよね。そこで自分がプレーするのもまあ楽しかったけど、マネージャーのサポート業ってすごく私が心地よかったんですよね。人を応援する側っていうのが。で、高校卒業するときにどういうふうに進もうかなと思ったときに、マネージャー業みたいに整体とかカイロとかオステとか、そういう手で施すサポート業もいいし、でも心理学もやりたいしって迷ってたときに、大阪にどっちも同時に学べる専門学校がありますっていうので、そこにポンと進学しまして、そこに行ってから私もオステオパシーに出会いました。オステオパシーとアドラー心理学だったんですけど、うん、そこで3年間学んで、カイロプラクティックも一通り学んで、アドラーとオステオパシーと、うん、面白いですね。それはなんかつながってるから一緒に教えてるみたいな感じだったんです。結局そうなんです。心と体のつながりをこんこんと学びました。そうなんですね。つながるんだなっていうシーンはね、何度も何度も感じます。その後も臨床に当たっていて。ああ、そうですか。でもそりゃそうですよね。なんか心理的な病気とかも心理的なことが体に出たりとかしますもんね。なんかストレス溜まったら肩とか凝りますもんね。そうですね。シンプルにそうですね。それはまた自律神経からもこう理由は言えるし、そうじゃなくてもエネルギー的な面でも言えるし、心理学の面からはまあこういう理由があってとか、まあ切り口は何であれ、結局は根本的に大事にしている本質は同じだと思うんですが、皆さん好きな治療法だったり、自分でやれるセルフワークだったり、うん、何であれ、健やかであればいいと思います。そうですね。じゃあ、その時に、そのオステオパシーのお仕事されてる時に、旦那さんと出会って、うん、あの鍼灸師なんですよね。うん、そうなんです。主人も鍼灸師です。それでスペインに移住されたってことですか？そうなんです。旦那さんは旦那さんで、もともとバックパッカーで海外志向は高くって、で、日本鍼灸をヨーロッパに伝えるっていうお仕事を主人がしてたんですね、旦那さんが。それで、何度かこうヨーロッパ行っている間に、そういうふうに海外が好きならこっちで仕事してみませんかっていうのをスペインの方からお声掛けいただいて、で、お仕事するビザもらう形になったっていうのが理由として一つと、私ももうその頃エニアグラムどっぷりハマっていましたから、エニアグラムといえばギリシャ発祥、ギリシャギリシャ、ヨーロッパヨーロッパって私が年も通じたっていうのがもう一つの理由だと思ってます。あ、近いですよね。ギリシャ、近いです。ギリシャって古代ギリシャとかが発祥なんですか、それとももっと後ですか？そうです、古代ギリシャ。あ、古代、あ、そうなんですね。へ、じゃあそのスペインで旦那さんが日本鍼灸っていうのは、なんか普通のアキュパンクチャーってこっちで言われてるものとはまた別なんですか？それが結構2つ、中国から伝わる結構刺激的な鍼灸と長い針で結構刺激不足なんです。日本鍼灸はもうちょっとマイルドで、その中にもまたいっぱい流派は分かれちゃうけれど、ちょっとマイルドなのが日本鍼灸で、もうちょっとこう刺激的、侵害刺激が多いのが中国鍼灸で、サクッと2つに分けたうちの日本鍼灸を伝えてます。そういうことなんですね。じゃあスペイン移住される前からもうエニアグラムの診断みたいなのはされてたってことですか？その時は他の方に対してセッションっていう形は、日本の時どうだったかな、こっちに来てから本格的にやってるんですけども、日本にいる間はまだ学んで自分の周りで楽しんでいるだけだったかと思います。あ、そうなんですね。エネグラムとの出会いはどういう感じだったんですか？そう、出会いね、私がね、そのさっき言ったみたいに気にしい、もともと本質は気にしいがあるんですけど、根っこにね。それでアドラー心理学をそうやって18歳で出会って、21歳までぐんぐん学んで、あ、素敵と思って、日々日々使いながら皆様のこう施術に治療に当たっていたんですけども、
20代の時に仕事面で上司に当たる方が結構物言いがバツンとはっきりしている、ちょっとこうオラオラした感じというか、まあ俺の城みたいなところでもうルールがはっきりしてるんですよ。上司のルール破るものはガーッとこうみんなの前でも叱りますみたいな感じで、まあハキハキズバズバしてるっていう上司の方のところで働いていて、でその時にプライベートでお付き合いしていた男性がまたこう、あ、芯があると思って惹かれたんですけど、いざ付き合ってみると結構なんか束縛だったりとか、なんか私のやることなすこと口出してくるとかっていう、その講師ともにちょっとなんかだんだん窮屈感を感じるような期間が5年あったんです。5年も私長いでしょ、これはね、私のその決断力の乏しさがバリバリ出ているエピソードなんですけど、自分で決めれなかったんですよ。あ、これはここにいてはダメだとすぐ辞めるっていうのが、その仕事でも恋愛関係でもすぐ決めれなかった、ずる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 っていうのが5年も続いて、そしたらね、ある日抑圧っていう一つの単語が何かの折にねパーンと入ってきたんですよね、私に。もうラジオからかテレビからか雑誌からかどこからか覚えてないぐらいに、もう気づけみたいな、ドドッと入ってきまして、うわーっと泣けてきたんです。5年目にして、あ、私自分のこと自分で抑圧してるっていうのを、そこで涙とともに気づきまして、もうやっとね自分らしく生きれてなかったっていうのに気づいて、そこからもっともっと自分を大切にしようとまた生き始めたところで、エニアグラム心理学っていうのに出会って、あ、これは自分を自分で大切にすることにも使えるし、お仕事にも使えるし、友人関係にも何でも、もう全ての人間関係に使える、このあと自分が育児するときにも使えるしっていうのでのめり込んでいったんです。そういうことなんですね。じゃあスペインに行かれてからはその、うん、オステオパシーのお仕事とかされてないんですか？まだね、してないんです。私6歳の子供と4歳の子供と2人いるんですけども、1人目出産してからはこうきちんとお金いただいて施術しますっていう治療、対面での治療はずっともうこの6年お休みしてまして、もうオンラインに切り替えて、そこから心理学だったり他のコーチングだったりっていうセッションをメインに活動してます。じゃあスペイン実際住んでみたらどんな感じなんですか？面白い。全ての流れがゆっくりで、スペイン渡ってくるまではすごい情熱の国みたいなイメージがあるじゃないですか。だけれど情熱的なのはスペインの中でも南の方で、私が住んでるのはだいぶ北の方のカンタブリア州っていうところなんですけども、もっとね親近感あふれる人々、情熱よりももっとね親近感ですね、まさに親しみある人々がいて、とにかく時間の流れがゆっくりなんですよね。バーに入ってもなかなか注文取りに来ないし、注文したとしてもそれが来るのがゆっくりだし、そこら辺の道路行ってもね、もう道がなんか渋滞してるなと思ったら運転手さんと歩行者がずっとタラ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 あ、そんな人でも、うん、スーパーのレジでもですし、もうなんかねキチキチ感が全然ないです。時間がなくて寂しそうですね。それは、うん、だ結構人とのつながりが濃いみたいな感じなんですよ。うん、そうですね、あったかいです。ここが田舎だから余計だからかもですけど、うん、人と人のつながりはあったかいですね。じゃあそこで旦那さんは結構いろんなところに出張して教えるとかそういう感じの仕事なんですか？ね、コロナ禍の前はそうだったんですけども、この3年はもっぱらオンラインだったりとか、地元から、地元ってこのスペインのカンタブリアから行ける範囲だけでやっています。なるほど、医療のメインに。あ、じゃあそっちにお引っ越しされてからギリシャに行かれたんですか？まだなんですよ、まだなんです。近いのに。私が満を持して動くみたいなところがあるから、なんか情報をきちんと仕入れてからとか、そう、なんか下準備しっかりしてから行く派なので、ね、そろそろ来年、ね、年明けたら行きましょうね。あ、そうですよね。ちょっとコロナがね、あったし。なるほど、なるほど。そしたら、そのエネグラムの発祥の地がギリシャっていうことなんですけど、これは一体何で見るんですか、エネアグラムって。そもそもエネアグラムが何かっていうことをご存じない方多いと思うので、ちょっと説明していただけますか？はい、もちろんです。他の占いとか占星術とかと違うのが、生年月日が全くいらないっていうところなんですよね。なのでこうやってお話ししながら、この方のエニアグラム、そもそも9つ
図形の円があって、それを9つにこう9分類して、人の性格とか考え方のパターンっていうのがざっくり9つに分類されるよねっていうのがベースにあって、ただそれだけじゃなくて、自分が成長するときはどういう方向に行けばいいか、逆にちょっとこう気分が落ち込んで、さらにこうもっと落ち込んでて、何段階かに分かれるんですけども、それもその図形上に全てが現れているんですよね。人の心の動きが図形になっているっていうのがエニアグラム心理学になります。うん、そうですね。YouTube で見られてる方は後ろのバックグラウンドに、ああいう感じなんですね。円があって、1番から9番まで数字があって矢印が出てるみたいな。あ、両方向の矢印が出てるのか。両方向も。特には1方向でしてます。ああ、なるほど、なるほど。1方向で。ああ、そういうことなんですね。へえ、それはなんか、生年月日がいらないって何で見るんですか？お話の仕方とか、表情とか、考え方とか、例えば一つの事実がここにあったとして、あれ、なんかゆりさんがすごく急に黙り込んだとかいう時とかに、うん、A さんは違う風に受け止めるし、 B さんは違う風に受け止めるし、その後どう動くかっていうのがもう9パターンあるんですね。そこをもうお話しすればすぐに傾向が分かりますし、そうですね。じゃあその方が、皆さんお困りごと大体抱えてるじゃないですか。パートナーのことだったり、子育てのことだったり、お仕事のことだったり、そのご自身の現在地をまず把握すると、あ、こういう思考癖があったの、ただの私のパターンだったのかで分かるからこそ、じゃああんな風になんか怒ってたかもしれない上司は全然違う風に考えてるんだな、私の捉え方一つだったけど、そういうふうに解釈してたのは私だけで、全然違う事実が起こってたのかもしれないっていう自分色メガネだけだったっていうことに気づけると、もっとこう多角的な視点で考えられるようになるんですよね。他の方のパターンが分かるからこそ。で、自分の現在地が分かれば、じゃあもっとお仕事で飛躍したいとか、家族関係良くしたいとか、もっといい方向に向かうにはどういうふうに考えればいいのか、どういうふうに動けばいいのかっていうのも分かるし、逆に落ち込んだ時の傾向ももうそこの図形にもうコンコンと現れているので、あ、私が今すごくなんかスマホゲームに没頭しているのは今2段階も落ち込んでいるからだとか、なんかそれぞれ皆さん一個一個こう分かりやすいきっかけトリガーがあるんですけども、それを知っとくとね、うわ落ちてるってすぐポンと戻れるようになるんです。なので自分の取扱説明書としてこれが使えるようになる。なるほど、なるほど、そういうことなんですね。これ生まれつきなんですか？これがね生まれ持った素質もあります。生まれ持った素質と、でも3歳から12歳ぐらいまでのその方の生活環境が一番影響するんですけども、ご両親との関係とか、その先に行った学校での友達関係とか、そこでもう何回も転校するような時に、そこですごくなんか、なんだろうな、すごく特徴ある先生と、ババーンとこう自分に衝撃が、なんだろうな、衝撃があるほどの一つのエピソードがあったとかでも、その方の人生には結構影響するし、その根本的なタイプがちっちゃい時に決まったものが、今も影響して、そのなんだろうな、思考癖に影響してたのかって気づけた瞬間に、もうなんだろうね、自分の人生のこんがらがってたこと、悩みがホロホロホロっと紐解けていくので、すっごく生きやすくなります。じゃあ変わらないんですか？そのもしそのなんか、私結構アイデンティティシフトみたいなんで変わったんですけど、それが起こった後も図形は変わらない？変わるんですか？変わります。変わるけれど、根本はそのままずっと持っています。例えば、ゆりさんがここにあるタイプ1番さんの、なんかちゃんとしたいんですみたいなきっちりさん思考があったとして、じゃあずっときっちりさんで、ちょっと内向的、外向的、半分半分持っているのかっていうと、そうじゃなくて、そのいい長所、何でもコツコツできるっていう長所は持ったまま、次の矢印上に、楽天家さんなんですよね、タイプ7番さんの特徴として。何でも60点のうちは出せないんだけどってずっとタイプ1番さんでくすぶってる方もいれば、あ、もうなんか100点満点じゃなくても出せるかもっていう楽観主義を得た瞬間に、コツコツできる長所を持ったまま次のこう、なんだろうね、軽く動ける、フットワーク軽くなる長所をまとって、でさらに次、そのいろいろ万能選手で幅広くできるからこそ、次はこう1個を追求しようっていう風に5番さんに向かっていくとか、まあ、すごくかいつまんで言うとそんな感じで、どん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 長所をまとっていくことができます。あ、そうなんですね。の
本質はずっと一緒です。あ、これはじゃあギリシャの古代ギリシャが考えたんですか？考えたというかね、発見されたものじゃない、降りてきたみたいな感じなんですかね。きっとそうだと思います。なるほど、うん、それが伝承されて、あ、でもアメリカのスタンフォード大学の方がいっぱい研究整理されたものが日本にも伝わってるんです今。あ、そうか、かわいい、白ちゃんみたいな声が白ちゃんみたいな声がかわいい頭だけ、ね、4歳の子が、4歳の子もすごく甘えたの時は何を思ってそうやって甘えたになるのかとかがこの図形で分かってるから、欲しい対応が分かるから、この子はもう抱っこしたり肌を合わせれば大丈夫っていう傾向があるから、それ知っとくともうすぐ落ち着いてくる、うん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 、子供によって全然違いますよね。うん、全然違います。じゃあエニアグラム、じゃあそのなんかオンラインの診断とかを見ると決まった質問に答えるみたいな感じだったと思うんですけど、なんかそういう決まった質問とかがあるんですか、セッションの時とか。あれはオンラインというか AI だからこそなんですけども、それでも100問とか90問とか最近では18問とかいろいろ受けてきたけどっていう方が来られるんですけどね、だいたいちょっとずれてることが多いです。あ、そうなんですね。やっぱ人にリーディングしてもらうっていうのが一番いいってことですか。あ、なるほどなるほど。エネアグラムっていうのはどうやって学ぶんですか。それなんか結構難しそうですよね。でも心理学なんで学問的なんですよね、案外。結構タイプ 1,3 がこういう思いがあって、その一つのタイプの中で心健やかな健全な状態、普通の状態、健やかじゃない不健全な状態っていう一つのタイプの中でもこう9段階結構動いちゃう。そうじゃなくても健やかかそうじゃないかっていう、この時はこういう、タイプ1さんならばすごくこう物事きっちりずっとリフォームし続けることができるとか、ただし何段階かその一つのタイプの中で落ち込んで健やかじゃなくなると、すごくなんか自分の正しさを人に押し付けてしまうみたいな、一つ一つの傾向がもう統計学でもあり学問的に現れているので、それを把握していくと全然難しい感じはないと思います。学ぶのが好きな人はね大好きだと思います、こういうの。なんか謎解きとか、あ、なるほどなるほど、の仕組みが好きとか、そうなんですね。なんかアメリカの企業をやってる人とかは結構みんな自分のエネアグラムとか知ってて、もしょっちゅうエネアグラムの自分は何でないでみたいな話をして、あ、わかるわかるみたいなそうですね、お仕事されてる方にも自分のどのいい部分をどう切り出せばいいのかっていう見せ方にもすごく使えると思います。そうなんですね、受けてみようか、いい、使いますよ、そう、なんかよく聞かれるんだけど、わかんないみたいな。とてもわかりやすくていいと思いますよ。自分のこともすぐ、なんだろうな、落とし込めますし。ああ、そうなんですね。じゃあ、そのエネアグラムを知ることによって、ご自身はどういうふうに変わったんですか？私はね、私だけの気にしいの考え方で、例えばこう、一緒に食事に3人とか4人とかで行ったとして、あれ、なんか A ちゃんの顔が曇ってる、私のさっきの一言のせいかなとか気にしてしまうようなものだったのに、今はもう A ちゃんはこういう人だからこういう考えでああいう態度なだけで私の問題ではないみたいな、こう課題の分離がすごく上手になりました気にする無駄な時間が減った、イライラも減ったし、モヤモヤも減ったし、そういう意味で、私はすごく役立ってます。家族とのやり取りもだし、すべての人間関係が楽になるんですよね。それがなんか自分が昔の経験からそういう傾向があるっていうことを知ったっていうことですか？そうです。傾向もそうですし、私だけの考え方で相手の立場になって考えてたけど、いや人はそんな風に考えてないよって皆さんなんとなくわかるじゃないですか。十人十色なんだから。私もそうは思っていたけれど、エニアグラムを知るとね、もう、まあ、あの人タイプ何番さんだって思うと、もう考え方が私が幽体離脱してみるような、こう鳥になってみるような、俯瞰して私とその A さんの状態をこう上から見れるようになるから、私だけの考え方で相手の立場に立って勘違いするっていうことが激減というかもうなくなるのでそうなんですね。いや、なんか私大学で心理学を勉強してたんですけど、なんかその時すごいみんなに言われたのが、心理学を知らない人に言われたのが、なんか、じゃあいつもなんか人見ながらこの人タイプこういう人だみたいな分析してんのみたいな、いつも言われたんですけど、なんかそんな感じですね
そんな感じですね。だからって相手に望まれてないのに勝手に丸裸にはしないし、望まれないようなアドバイスはしますし。なるほど、なるほど。え、じゃあ今はセッションをやって、あとどんなお仕事されてるんですか？セッションをやった上で、あ、やっぱりもっと知りたいですってなる方も多いので、そういう方に向けて講座もしています。講座はそうやって Q タイプどういうものがあるとか、そもそもどうやってこの Q タイプ形成されたのかとか、じゃあ目の前のこのすごく困難な、難しい困難な課題に対してどう取り組めばそれぞれこうその壁を乗り越えられるようになるのか、はたまたこう避けてただただ進んでいけばいいのかっていう風のが分かってきます。目の前に現れたその強烈な壁っていうのは、逃げたとしても、例えばそのすごく怒りっぽい人がそうやって私に何か教えようとしてその課題を持ってやってきたとしても、ここを逃げてもまた違う人が同じ課題を持って必ずさらに大きくなって出てくるんだと思ってるんですよ。逃げても逃げてもずっと同じ課題が降りかかってくるから、いつかそこに向き合わないといけない時が来る。そのタイミングね、使えるツールとしてエニアグラム、私にはすごくドンピシャリでした。そうなんですね。なるほど、なるほど。そうそう、そうなんですよね。私もそういうことがずっと、コーチングを勉強するまでずっとそういうことがあったんですよ。逃げてるつもりなかったんですけど、逃げ続けたら、またなんか巨大化して帰ってくるみたいな。大化してきますよね。わかります。そう、最後なんかモンスターみたいな人が来てびっくりしました。そう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 、もうね、やらざるを得ない時ってそれぞれにタイミングがありますよね。でもまあそういうのを知ってたら、その時々になんかその期間が短くなるみたいな感じですね、きっと。解決するまでの、エリさんにとってはコーチングだったんですね、じゃあ。そうですね、完全に。じゃあ、ご自身の中でブレイクスルーがあった出来事っていうのがあったら、それをどんな感じだったか教えていただけますか？私にとってのブレイクスルーは、でもさっき出た5年間の忍耐からの気づきですね。私が人生2回すごく落ち込んだなっていう時があるんですけども、1つ目がその5年間の忍耐でパンと目覚めた時で、もう1つはちょっと産後うつになったんですよね。1人目6年前の出産後に、なんか全ての景色がモノクロに見えますっていうのが、この私から言うと3段階も落ち込んでるんですけど、1つ2つは簡単に落ち込む、落ち込むっていうのはその1つの自分の現在地から矢印上を2つぐらい簡単に移動は、3つってね、結構なかなかなんですよ。学んでる方はすごくわかると思うけれど、私もそこまで落ちたのって人生2回しか経験ないし、エニアグラム的にこの矢印上を全て後ろ向きに、ネガティブ方向に全て落ち込んでしまえば、もう命を保っていられない、もう自分で命を絶ちたくなるっていうぐらい、よっぽどよっぽどよっぽどなことなんですね。その3段階落ち込んだ人生、もう一度がその産後うつで、まあ人体の体的に出血も結構したし、交通事故あったぐらい女性ってすごくね、体に出るし、なんだか気にしいだからこそ、もうただただ自分がその出産第一子のその長男だけをただ見てて、すごく献身的な旦那さんなんですね、うち。もう何でも家事育児すごく積極的な旦那さんで、私が健やかならばすごくただただありがたがるその状況が、自分がじわじわ落ち込んでいくと、あ、何もできない、私ごめんなさいみたいに受け取って落ちていく一方だったんですよね。そこも、あれ、これってエニアグラム的にこうじゃないって気づいた時に自分で持ち上がることができたので、そういう時に私はどういう方と触れ合っておけばすごくこう上がりやすいのかっていうのも分かったし、自分が落ち込んだ経験で本当に落ちた時の対処法も分かるし、上がり方も分かるし、また落ちた時のまたこうちょっとずつ上がり方も分かるし、知らなくても人の心はこういう矢印上に動くんだけど、この取扱説明書を知っておくとスピード感がバリバリに増すなっていうのを体感しました。面白いですね。それは知れば知るほど奥深い、もう学んでも学んでもどこまでも面白い。へ面白そう。そうなんですね。え、じゃあこの、まあ、エネアグラムとの出会いが結構人生変わったって感じですか？そうですね。そういう意味ではそうですね。でもまた持ち上がれるっていうのが
私と違うタイプの方は、その落ち込んだ時、こういう方と一緒にいればいいよとか、もう全然個々で違うので、それがこの1個の図形にね、ぎゅぎゅっと詰まってるんです。これなんか、私はコーチングとか、こういう仕事を始めるまでエネアグラムのことが聞いたことなかったんですけど、一般的なものなんですか？だいぶマイナーだったんだけれど、日本でもじわ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 耳にする、目にする機会は増えてきています。っていうのも、アップルとかトヨタとか、そういう結構ね、大企業が企業研修に取り入れたりするんですよね。ああいうネットにあるような質問に答えてくださいっていう紙で自分でワークシートで書くタイプもあれば、こういうエニアグラムの心理学もセッションして、見方とかに長けてるカウンセラーが入って、1対1で話しするところもあれば、もういろんな形で取り入れられるので、そうすると、新入社員さんがどういう上司とうまくやっていけるかとか、新入社員どういうふうにうまくやっていけばいいのかとか、このプロジェクトに対してこの9つのタイプのうち、ざっくりまた3つのグループに分けれるんですけども、この3グループのタイプからそれぞれを1人ずつ入れた方がこのプロジェクトうまくいくだろうねとか、チームビルディングにも役立てれるので、すごくすごく活かせるんですよ。どんな切り口でも本当に活かせる。このスタンフォード大学の人がまとめたっていうのは何年ぐらいにまとめたんですか？何年っていうのは分からないですね。60年代とか70年代エニアグラム自体は大体もう紀元前とも言われるけど、大体2000年から2600年ぐらい前って言われてるんですね。へー、面白い。すごいな、古代ギリシャすごいです。どれくらいっていうのはちょっとすいません、言えないですね。分かりました。じゃあこれからどんな世界を作って、どんな役割を果たしていきたいっていうのがありますか？私が伝えるならば、この図形の中にやっぱり気にしいさんは何タイプかいるので、その方にそんなに気にしなくていいよ、あなたが考えてるほど周りはそういう考え方してないよっていうのをエニアグラム通して伝えていくことで、気にしいさんの心を軽くしていきたい。ママさんもそうだし、お仕事してる女性もそうだし、そういうふうに悩んでる女性を、考え方を楽にしたいですね。思考癖のパターンを知ってもらうことで、そんな風に多角的に捉えられるんだ、そんな多様な世界があるんだっていうのを実感できるんですよね、日々日々。ただこう文字で書けるだけじゃなくって、周りの身の回りの人に置き換えると、もう必ず学びの人がすぐ近くにいるから、じゃあこの人は私にこういう風に教えてくれるためだけにそれを体現してくれてたんだとか分かるので、そういう世界を作っていく。キニシーさんが以前にご自身が悩まれていたことですね。じゃあ今モヤモヤして悩んでる方に一歩踏み出すアドバイスがあったら教えてください。モヤモヤしている方、そのなんか知らないけどモヤモヤするわっていう、その漠然としたモヤモヤしたものをはっきり言語化できるとか、はっきりなんでそれが起こっているのかが、まさにそのモヤモヤ漠然がくっきり明瞭になった瞬間、すぐに解決できると思うんですよね。私のこれまでの人生経験と今まで関わった方の中から。なのでそのモヤモヤの得体を知るために、ゆりさんのようにコーチングっていうのもいいし、でもなんかもともと人が好きなのに、好きだからこそやってきたのに報われなかったとか、人のために頑張ってたのになんだか受け取り方勘違いされたとか、なんかなぜなのかわからないけどっていう、そのモヤモヤをはっきり知りたいっていう方に、このエニアグラムすごくすごくおすすめです。っていうのが全てが言語化されてるので、あなたのこういう考え方のせいで、お相手のこういう考え方とただ食い違っただけでしたね、じゃあどうすればいいですかっていうのが、もう本当に一目瞭然なんですよね。すっごくクリアになります。そのモヤモヤをまず言語化して、で理由を明確化してクリアにしていくっていう作業が、すっごくシンプルなこの図形にただただ現れているので、セッションでもいいし、深く深めたかったら講座でもいいですし、さっきみたいにこう問題課題がすごく巨大化する前に、ちょっと紐解いてみたいな、パズルちょっと組み立て直してみたいなっていう時に、エニアグラムすごくおすすめです。ありがとうございます。じゃあおすすめの本とかありますか？おすすめの本ね、私が結構活字得意かって言われるとそうじゃないんですけど、一応準備しました。ありがとうございます。私でも読みやすかったのはもうすごく大人気です。小さな声消えた。なるほどなるほど、文字も大きくて読みやすいし、これがその人ありきで動いていく人たちにこそ、あれ私人任せにかなっていう視点に変えれる。
この中に4人登場人物があるけども、自分はどこかなって考え方の練習にもなりますし、何しか読みやすい。エニアグラム好きな方はもちろん、エニアグラムの本も一応すごい分厚い本があります。エニアグラムっていう本なんですね。エニアグラムの実践編と基礎編とね、そう、人生を変える9つのタイプ活用法っていうもので、ドン・リチャード・リソさんとラス・ハドソンさんを高岡よしこさんが訳、翻訳化してくれる。ただし、難しい。実際難しい。なので、最初は、まあ、100個の質問答えても、90個の質問答えてもいいけど、それでも結局、もやもやしたときは、ピンとくる方のセッションを受けるのが手取り。なるほど、なるほど。ありがとうございます。うん、あと、なんか、自己申請系の質問とかって、結構自分で気づかないうちによく書いたりとかしちゃいますもんね。今現在の私と5年前の私と10年前の私で答え方って全然違うから、そもそもの根本にたどり着けないっていうこともあると思う。なるほど、なるほど。ありがとうございます。じゃあ今日のお話を聞いて、エニアグラムにもっと興味があるとか、千春さんをフォローしたいっていう方がいらっしゃったら、どこに行けばいいか教えてください。ですね、一番メインで活動しているのはインスタグラムになるんですけども、インスタグラムもしくはフェイスブックの方からLINE 公式してるんですね。そちらで今のエニアグラム、私は3つの質問でやってるんですけども、怖いほど当たる3つの質問と題して、エニアグラム的にこう私はどのタイプかなっていうのをサクッと知ってもらうことと、その上で LINE に来ていただいた方はこう相談も載ってますので、無料で相談させてもらえますので、 LINE の方へ来ていただけるとありがたいです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ千春さん、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。楽しかったです。